レクサンドロスの川上洋平 VOG が12月24日と25日のクリスマスイブとクリスマス2日間にわたって新宿シアターミラノ座にてソロアコースティックライブ洋平高若水ルーム665を開催することを発表した。同公演は2021年にソロアコースティックライブとして天王洲寺田倉庫 E ホールにてクリスマスに開催され、2023年から新宿シアターミラノ座に会場を移して待望の4回目を迎える。公演のコンセプトはホテルの一室となっており、タイトルにあるルーム665は部屋番号を意味しているという。665という数字は極夜という緯度が 66.5 度の場所で起こるずっと太陽が沈んだ状態が続く現象を表現しており、終わらない夜を一緒に過ごしたいという川上の思いが込められている。今回は例年とは違う編成でアコースティックライブをお届けする予定とのことだ。チケットは11月2日よりアレクサンドロスクルー会員限定の先行受付がスタートしている。洋平高若水ルーム665日程、12月24日火曜日、25日水曜日、オープン18時、スタート19時、会場新宿シアターミラノ座、東急歌舞伎町タワー6階、チケット全席指定8660、税込み全席指定、一ドリンク付け未就学児童に入場不可、小学生以上はチケット必須、枚数制限、1人1会場につき2枚まで、申し込み者様、同行者様エントリーか特定チケット、電子チケットのみ、アレクサンドロスクルー会員選考から11月5日、火曜日に13時59分、同行者もクルー会員であることが必要、アレクサンドロスモバイル、プレミアムコース選考11月9日、土曜日15時30分、11月12日、火曜日23時59分、同行者は非会員、一般の方でも申し込み可能。関連リンク、アレクサンドロスオフィシャル X、アレクサンドロスオフィシャルインスタグラム、アレクサンドロスオフィシャルフェイスブック、アレクサンドロスオフィシャルチャンネル。